岡県須江町にあるスーパーマーケットです。6月の値上げ後初めての日曜日となった昨日、買い物客に家計への影響について話を聞きました。まだ来てないんですけど、でももうなんか小麦粉とか値上がりって言ってるから、これからあーってこう家計を見てなるのかなって覚悟はしてます。うちは家族が多いので感じます。6月の値上がりに向けて油とかちょっとやっぱり5月ぐらいから買いだめをしてたところはあります。即席麺や調味料、加工食品など多くの食品が続々と値上げされる中、さらに痛手となっているのが食卓に欠かせない玉ねぎの高騰です。こちらのスーパーでは佐賀県産の大きめの玉ねぎ3つが298円で販売されています。去年の同じ時期のおよそ2倍の価格だそうです。全国一の生産量を誇る北海道の干ばつなど天候不順に加え、新型コロナの影響で中国産の玉ねぎの輸入が大幅に減少したことで、国内の玉ねぎの価格が一気に高騰しました。今日も玉ねぎを目当てに来たんですけど、ね、高いね。カレーにも使うし、あの野菜炒めには絡んであるしね。でお味噌汁とかもう使い方が、ね、いっぱいあるんです。でも使うからもうしょうがないかなと思って買ってます。いや高いなとは思いますけど、もう一時的かなと思ってそんなに気にはしてない。夏ぐらいにはですね、北海道産もある程度充実してきて、まあ皆さんが買いやすいような価格帯でですね、あの供給できるようにですねなるといいなと思ってますけれども。一方、玉ねぎを大量に使う飲食店も厳しい状況が続いています。子供にも大人にも人気のハンバーグ、その材料にもソースなどにも玉ねぎは欠かせないもので、長引く高騰にハンバーグ店は頭を悩ませています。福岡と佐賀で合わせて5店舗を展開しているハンバーグの専門店です。この店では1日で15キロから20キロの玉ねぎを使っています。例年だと10キロあたり1000円だったのが、今は2300円と春先に比べ少し下がったものの、玉ねぎの仕入れ価格は2倍以上となっています。一番人気のハンバーグランチは現在930円で提供されていますが、玉ねぎの高騰だけでなく油なども高騰しているため、経営的にはかなり厳しい状況だといいます。不安は正直あります。何回か値上げはしたんですけども、もう今回はちょっと頑張って耐えているところであります。